東京都は6日、新型コロナウイルスの感染者が新たに968人報告されたと発表した。1日の感染者が1000人を下回るのは7月19日以来。直近7日間を平均した1日あたりの新規感染者は 2414.0 人に減少し、前週比は 65.1%。前日に比べ、入院患者のうち重症者は3人増え267人だった。40代3人を含む16人の死亡も確認された。新規感染者のうち20代が244人で最多。65歳以上の高齢者は41人だった。累計の感染者は35万7563人。緊急事態宣言の発令から2ヶ月近くが経過し、都内の新規感染者は減少傾向に転じつつあるが、感染力が強いインド由来のデルタ株が急拡大した影響で、医療提供体制はなお厳しい状況が続いている。